ようこそベルベットルームへ。おお、これはまた変わった定めをお持ちの方がいらしたようだ。私の名はイゴール。お初にお目にかかります。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。本来は何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。あなたには近くそうした未来が待ち受けているのやもしれませんな。どれ、まずはお名前を伺っておくといたしましょうか。なるほど。ではあなたの未来について少し覗いてみるといたしましょう。占いは信用されますかな？常に同じにカードを操っておるはずが、まみえる結果はその都度変わる。まさに人生のようでございますな。近い未来を示すのは唐の星一。どうやら大きな災難を被られるようだ。そしてその先の未来を示しますのは月の星一。迷い、そして謎を示すカード。実に興味深い。あなたはこれから向かう地にて災いを被り、大きな謎を解くことを課せられるようだ。近くあなたは何らか契約を果たされ、再びこちらへおいでになることでしょう。今年運命は節目にあり、もし謎が解かれねばあなたの未来は閉ざされてしまうやもしれません。私の役目はお客人がそうならぬよう手助けをさせていただくことでございます。おっと、ご紹介が遅れましたが、こちらはマーガレット。同じくここの住人でございます。お客様の旅のお供を務めてまいります、マーガレットと申します。詳しくはお祝いにいたしましょう。ではその時までごきげんよう。爽やかにスリムケロリーマジック。はい、ではいよいよ今最もホットな話題、山のバイビンの情報。歌手と結婚して女子アナと不倫ってすごくない？政治家ってそんなモテんの？コネとかなんじゃない？やっぱ経済力と政治力なんだよね。どういう歌とか苦手だから私も女子アナ目指そうかな。な知ってると思うが、3月いっぱいでこいつが転校することになった。ほら聞けお前ら、話終わってないぞ。そうだな。しいやら、果たしてこの三角関係どう。おーい、こっちだ。おう、写真より男前だな。ようこそ稲橋へ。お前を預かることになってる堂島良太郎だ。お前のおふくろさんの弟だ。一応挨拶しておかなきゃな。おむつ変えたこともあるんだがな。こっちは娘の七子だ。俺、挨拶しろ。日はこいつ照れてんのかいてっ。さて、じゃあ行くか。車こっちだ。ねえ、落ちたよこれ。別にいい、拾っただけだから。おい、どうした？トイレ一人で行けるか？うん。奥を左だよ。左ってわかる？お箸持たない方ね。わかるってば。どこかお出かけで？いや、こいつを迎えに来ただけだ。都会から今日越してきてな。へえ、都会からすか。ついでに満タン頼む。ああ、レギュラーでな。はい、ありがとうございます。一服してくるか。君高校生？都会から来るとなんもなくてびっくりっしょ。実際退屈すると思うよ。高校の頃つったら友達ん家行くとかバイトくらいだから。でさ、うち今バイト募集してんだ。ぜひ考えといてよ。学生でも大丈夫だから。おっと、仕事しないと。大丈夫？車酔い？具合悪いみたい。どうした？大丈夫か？長旅だったろうからな。ま、無理もねえさ。散歩がてらその辺でも見てきたらどうだ。戻ったら声かけてくれりゃいい。じゃあ歓迎の一杯といくか。しかし兄さんと姉貴も相変わらず仕事一筋だな。海外勤めだったか？一年限りとはいえ親に振り回されてこんなとこ来ちまって、子供も大変だ。まあうちは俺と七子の2人だし、お前みたいのがいてくれると俺も助かる。これからしばらくは家族同士だ。自分ちと思って気楽にやってくれ。ああ、硬い硬い、気使いすぎだ。見ろ、七子がビビってるぞ。さて、じゃあ飯にするか。ったく、誰だこんな時に。堂島だ。ああ、分かった。場所は、分かった、すぐ行く。酒飲まなくて当たりかよ。仕事でちょっと出てくる。急で悪いが飯は2人で食ってくれ。帰りはちょっとわからん。七子、あとは頼むぞ。うん。七子、外雨だ。洗濯物落とした。入れた。そうか、じゃあ行ってくる。降るでしょう。では明日のお天気、時間帯ごとの変化です。西から張り出した雨雲のせいで、明日は終日雨となるところが多いでしょう。いただきます。仕事、事件の捜査とか。お父さん刑事だから。次のニュースです。稲葉市議秘書の生為太郎氏が不適切な女性関係から身体を取り沙汰されている問題。夫人で演歌歌手の柊木美鈴さんは取材に応じ、慰謝料を求め争う考えを明らかにしました。事態を受け、地元テレビ局アイテレビジョンは生為氏と愛人関係とされる所属アナウンサー山野真由美さんを全ての担当番組から降板とし、問題解決まで出演を自粛する方針を発表しています。ニュースつまんないね。ジュネスは毎日がお客様感謝で、来て見て触れてください。 Everyday Young Life ジュネス、 Everyday Young Life ジュネス。食べないの？